またまた違うジャンルに踏み込んでるなという感じがして面白かったです。これが世界初の上演になるんですね、今回の、大阪が。世界初の上演にその大阪を選んでくださった理由とか特に、おありでしょうか。其實當然是大阪電影節揀啦，我得揀啦，但係好多謝大阪電影節揀咗呢部戲喺呢度放啊。もちろんこの映画を選んでくださったのは大阪アジアン映画祭でございますので、この場を借りまして映画祭に感謝を申し上げたいと思います。こういうロマンティックコメディっていうのは今まで手掛けたことはありましたか？其實所謂愛情咧，其實好多警匪片啊、動作片啊，都有呢啲所謂愛情元素嘅。但係一部戲話高度集中，所謂以愛情為一個主題嘅電影咧，就係以往我嘅拍攝經驗就少啲。まあ実は映画って言いますといろんなジャンルがありまして、まあラブストーリーだとかあるいは警察物語だとかあるいはアクション映画だとか、それぞれ。皆さんラブストーリーの要素はあると思うんですけれども、ただもう本当にラブストーリーを中心に撮る映画としては今回は初めてでございます。あ、咁同埋我諗我係全世界最好運嘅電影人之一嘅啦。因為喺我嘅電影生涯裏邊，我係有機會嘗試咁多唔同類型嘅電影。でまあ全世界の映画人の中でも僕は非常にラッキーな。人かなと思っております。なぜかと言いますと今までさまざまなジャンルの映画にチャレンジしいろんな映画を撮らせてもらいました。そうですね、香港の監督さんって幅広いジャンルを手掛ける方多いですけども、ハーマン・ヤオさんぐらい、幅広くしかもそれぞれのジャンルでディープにやってらっしゃる方っていったら珍しいかなと思います。所以我覺得我好 lucky 啊，真係好運啊嚇！有時我當然唔可以代表其他導演説話啦。有啲導演步步都警匪片，有啲步步都拳腳功夫片啊，我就唔可以咁樣，我會覺得咁就會對我嚟講係悶啊。でまあだから先ほど言いました僕は非常にラッキーな人だなと、幸運な人だなと思っております。もちろん他の監督の代わりに発言することはできないと思うんですけれども、よく監督によると、例えば警察物語ばっかり撮っている人と、あるいはアクションばっかり撮っている人もいるんですけれども、僕の場合はそれはできないと思います。なぜかと言いますと、もしずっと同じジャンルの映画を撮りますと非常に退屈だと思っております。この映画に小津安二郎への、リスペクトは非常に感じられるんですが、いずれ小津みたいな映画も撮られるんですか？我哋呢一代電影人咧，小津安二郎啦嚇 ，Ozu， 對我哋嘅我唔敢講影響啊！我哋呢啲當其時做電影學生都睇過佢嘅電影，咁就小津嘅一生咧，我諗都唔到我哋拍㗎啦。有個德國導演 Wim Wenders， 佢拍呢個《尋找小津》嚇，都好我自己好中意啦嚇。而呢一個Chukasaki，我就喺 Wim Wenders 嗰套戲裏邊見到嘅嚇。咁咧當其時就係嗰、那個茅奇的館啦嚇。出面就圍曬沙雞樽嘅，因為小津安二郎去寫劇本嘅時候就不斷飲沙雞，咁所以嗰間屋咧就圍住一圈又一圈嘅沙雞樽。で、我々のこの世代の映画人で言いますと、大津安二郎監督っていうのは、我々に影響を与えるっていう、そこまで私は言えなくて、つまり我々が学生の時から、この監督の作品を随分見ました。大津監督のような映画を撮るっていうことは。ちょっと何て言ったらいいでしょうかね。実はこの監督の衣装を追う映画としてそのウィン・ウェンディさん監督が撮った作品がありまして、でその作品の中で私が茅ヶ崎会館を実は見ました。そこで現地へ行ってみましたが、そのどうも小津監督がこの執筆する時にはそこに訪れて酒を飲みながら帰ったというふうに話を聞いたら、
確かに行きましたが、その会館の周りは全部お酒の瓶で囲まれていました。びっくりしました。今おっしゃったビム・ヴェンダース監督の東京がという小津に関する映画のことですね。ドキュメンタリー映画です。我意思即係我拍電影之餘，咁我都係一個影迷嚟嘅，咁所以即係我哋去呢個朱吉沙傑克，其實就係一個影迷朝聖嘅經驗啊！咁啊順便拍下戲，咁就即係幾開心啊！で、まあ私は実は今回の映画を撮りながら、まあある意味ではこの小津安弘監督のファンとして、もうその聖地巡礼をさせていただきまして、まあ映画も撮ることができてとても楽しかった。茅ヶ崎館まで撮ってらっしゃるので驚きました、ね、日本映画でもおととしだったかな、3泊4日5時の鐘という映画がありまして、これは一本丸々茅ヶ崎館でほとんど撮ってた映画です。じゃあ客席のお客様から、じゃあ一番最初に手の上がった、そちらの男性、とても楽しい映画で、それで最後がやっぱりハッピーエンディングじゃなくて、皮肉な終わり方するのが監督らしいなと思って楽しませていただきました。それでお礼を言いたいんですけども、朝の映画をまた日本に持ってきていただいてどうもありがとうございます。この撮影の時にですね、朝とか白鵬の写真がソーシャルメディアに上がりまして、日本の朝のファンの中ではですね、これどこで撮影してるんだろうっていうのがすごく毎日話題になってました。で、質問なんですが、ちょっとこの中に出てきたですね、ちらっと出てきた母親の写真みたいなところがですね、なんかちょっと容姿が朝に似てるのかな。それから新しい恋人もですね、割と朝と似たタイプの容姿の感じがしてですね、どうもこの男はマザコンで母親と似た彼女に甘えてるんじゃないかなというふうに思ったんですけども、そういう解釈合ってますでしょうか。それから監督、そういうふうに意図してキャスティングをされましたんでしょうか。想或者不至于正如呢位先生所讲，但系当其时即系同美术沟通嘅时候，希望呢一幅相咧係睇落係似一家人嘅。で、写真のことなんですけれども、おっしゃるところまではいきませんけれども、そこまでは考えていませんでした。実は美術担当の人といろいろ話をしたときに、やっぱり写真を見て、とにかくこの人たちはいかにも家族であるということが分かればいいと思いました。よろしいですか。では他にご質問がありますか。はい、じゃあ最前列の。自分も先に質問された方と同じように、結婚式で仲直りしてめでたしめでたしという終わり方だと思ったら、二段落ちが待ち受けていてびっくりしたんですけれども、この二段落ちは原作通りの落ちなんでしょうか、それとも監督自身が膨らませた落ちなんでしょうか。第一咧，即係好多大團圓結局嘅電影咧，我自己作為觀眾咧，我覺得即係同現實嘅落差好大。咁喺呢一方面，我好多時即係我就希望忠於我對現實嘅睇法啦。で、ハッピーエンディングの映画っていうのは非常に多くありまして、私が観客の立場からすれば、なんとなくちょっと腑に落ちないところがあります。なぜかと言いますと、自分自身としては、やっぱり映画を撮るときには現実そのものを紹介したいと思っております。同埋呢個故事嘅結局咧，其中一個我個人覺得係幾有趣又幾寫實嘅，其實就即係女主角翻返屋企啦嚇，但係就係男主角一個非常之不小心嘅錯誤啊！這個即係如果佢係小心少少，之前執下間屋啊，呢件事唔會發生會一個happy ending嘅。即係人好多時就係一個小疏忽而導致一個大悲劇或者大錯誤啦。
で、まあ、あのこの映画の、まあ、エンディングなんですけれども、非常に写実でですね、写実的で面白いと思っております。なぜかと言いますと、まあ、例えばその主役の彼女が、まあ再び家に戻って、本当はハッピーエンディングのはずなんですけれども、ところがその、主役の男性がちょっとした誤りですね、あのもうちょっと丁寧に部屋を片付けていればハッピーエンディングになったんじゃないですかというふうに思っておりまして、まあ、だから我々人間というのはほんのちょっとわずかなですね、過ちで、あの大きな、なんていうんですか、あまり良くない結果をもたらすことがよくあると思います。あ、油断大敵ということですね。どなたか他に、あ、じゃあそちらの端の方。とても面白かったです。この作品に基本的にあの女性の心理を描いていますが、あの監督はの経験とかそういうところを中心に描かれたんでしょうか。其實就誒，即係當然好多時喺創作裏邊，你梗係會攞自己一啲經驗啊，或者誒觀察就擺落電影度啦嚇。咁就誒，即係誒，會有啲係男觀眾中意睇多啲，有啲係女觀眾中意睇多啲。但係我哋喺創作嘅時候，其實就唔係咁易分化嚇。即係你講就梗係希望每個觀眾都有興趣睇啦嚇。咁你話即係好多價值觀啊，對事物嘅睇法啊，的而且確現實裏邊係有男女之分，但係即係其實就係即係點解我哋會有男女之分咧？對事物嘅睇法，即係呢啲好多時都係意識形態嘅嘢咧，其實就唔係好必須啊，但係就好但係就冇辦法之中，我哋喺現實裏邊就係咁樣。そうですね、あの、まあ、経験とおっしゃっておりますけれども、まあ、実はこの創作するときにはもちろん我々は自分の経験に基づいたり、あるいはまあ観察をしたり、まあ、そういったあの得られたものをまあ映画の中に取り入れて、まあ、クリエイティブな仕事をしておりますけれども、まあ、もちろん、男性の観客にとってより好みの、あのこの映画もあれば、女性の皆さんにとってより好みの映画もあると思うんですけれども、ただクリエイターとして映画を作るときには、どうしてもですね、この男女の、まあ、区別をすることなく、できるだけ見に来てくださる皆さんに、まあ、気に入ってもらいたいと思っております。まあ、やはり現実の、まあ、世の中、例えば価値観について、あるいは物語の、まあ、見方、考え方については、確かにやっぱり男女は違うと思うんですよね。まあ、これは無意識的なところもあれば、あるいは意識的な部分もあるかと思いますけれども、でもこれはやはり現実の社会の中ではやっぱり考え方等についてはやっぱり男女の差はあるかと思います。わかりました。あと1問ぐらいあの、終わりになりますけれども、短い答えが出るようなじゃあそちらの女性楽しくて、あの、男の子がいかにもなんか香港の男の子って感じで楽しかったです。あのキャスティングもすごく豪華で、あのアンソニー・ウォンさんは友達だと思うんですけど、ジリアンがあの役だったのもすごく嬉しかったんですけど、あのジリアンのお兄さんの役ですね、あのフランシス・インさんはなぜどのようにキャスティングされたのか教えてください。いいご質問ありがとうございます。どうもそれさせていただきます。因為呢一套戲咧，其實即係個幕後推手就係蔡卓妍啦。阿 Sa， 即係阿 Sa。で、実はこの映画あの押してくださったのはまあ Sa ですね。啊，咁啊，所以咧，佢就揾咗啲老友嚟客串咯。で、そこで彼女はまあ親友の皆さんに頼んで。この映画に出てもらうことに命しました。咁啊，佢覺得我作為導演咧，我亦都要揾翻啲老友嚟客串啦。咁所以就就變成而家咁。で、まあもちろんあの彼女としては、あなたは監督ですから、やっぱり私も一生懸命声かけたんですから、あなたも友達に声かけて、で、あれこれまあ結局こういう映画になってしまいました。わかりました。本当にあのいろんな方がですね、楽しい。映画になっていると思います。はい、じゃあ。
じゃあどうも、時間になりましたので、はい、監督、ありがとうございました。